さあこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはグンデスポーツの杉田健人店です。今日も皆さん、集まってくださるメンバーの皆さんのおかげで楽しくレッスンをさせていただいたところです。さあ皆さん、今日もこの動画を通じて一緒に体を動かしませんか。体を動かすと体にも心にも脳にもとってもいい影響がありますということでですね、今現代人は運動不足気味になっていますので、動くといいかなと思いますね。そして心のもんもんとしているものがある場合も動いて、ね、発散しましょう。はい、コロコロ話は変わりますが、皆さん、東洋医学の考え方で四五流術というのがあるんですね。で具体的にちょっとね、お話ししますと、例えば夜中の1時から3時、これは肝臓の時間と言われてます。肝臓は解毒、ね、体の中の毒素などを解毒してくれる役割があるんですけれども、でまたこの肝臓の調子っていうのがいろんなね、体の細胞にとってはとても大事なんですが、でこの夜中の1時から3時の時間を熟睡しているっていうのがとても体の健康的にもメンタルの健康的にも、とても大事っていうふうに言われてます。たとえね、もう熟睡できてなくてもその時間に横になって ね目を閉じてるだけでもいいですから、ぜひね、まあ、その時間ちゃんと横立ってるってことが大事みたいですね。そして明け方の3時から5時、これは肺の時間なんですね。でこの3時から5時にいつも目が覚めちゃうって方はですね、肺が盛んになりすぎてるか弱まってるかというふうにも、言えるんですけれども、まあ、弱まってるとか盛んになってると言ってもね、病気っていうことじゃないですからね、体 のその人それぞれの、強点にもなり弱点にもなる内臓っていうのがあるんですね。そして5時から7時は大腸の時間、この時間に便意を催してわっとね出せた方がいいんですよね。そしてその後が、7時から9時、胃の時間、この時間にご飯を食べると一日の代謝が良くなります。ご飯を食べるということ自体も代謝が良くなりますからね、まあ、朝は食べない方がいいというね、体質の方もいるかもしれませんけれども、私は朝からがっつり食べるタイプで、もうまあ、だから代謝がいいのかななんてね思っております。そしてその後なんですけれどもね、まあ、東洋医学だけじゃなくてアーユルヴェーダーでも言われているんですが、アーユルヴェーダーでいうカパタイプ、カパっていうのはですね重たい、ね、体質なんですけれども、ね、朝、その10時から午前中の間にですね体を動かすとカパタイプを、にならずに済む、カパカパにならずに済む、そして東洋医学的にも朝の時間に動くと一日の代謝が良くなりますよっていうふうに言われてるんですね。はい、ちょっとここまでお話長くなりましたが、ということでですね、朝ちょっとでもいいから体を動かしませんかということで、今日はですね非常に短時間で全身、まあいつも短時間なんですけども、全身バランスよく動いていくのを一緒にやりませんか。でそれでですね、ぜひ朝にも活用していただきたいと思います。はい、ではですねちょっと音楽をかけていきますのでお待ちください。はい、足の筋肉は大きな筋肉なのでしっかり動かすといいですね。はい、そして肩甲骨をほぐすようにすると褐色脂肪細胞というのが活性化されます。褐色脂肪細胞が活性化されると代謝が良くなり痩せますよ。はい、ではこのままで足を前へ後ろ、さあ背中のそのね肩甲骨までをどんどんほぐしちゃいましょう。タッ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 タララ。はい、反対の足に、まあ、今日のワークはですね別に朝だけじゃなくていい、いつでもやっていただくとね動いていただくといいワークですけれども、ね、朝ね、動くと代謝も良くなりますよということでお話をしました。はい、タッタララララララ。はい、足をちょっと開きます。はい、骨盤から前に足を掴んでいきましょう。はい、反対の足からです。はい、横の動きをやりますね。そして肩をほぐしましょう。肩甲骨周り、はい、肩甲骨を動かします。で胸を開きましょう。はい、背中を気持ちよく、はい、前へ、はい、足を持ち上げます。
はい、後ろに行きましょう。ダダ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 ダ。はい、合います。ダン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 。はい、背中をグニャ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 。はい、足ちょっと変えましょう。はい、では脇腹を気持ちよく伸び伸びとしましょう。はい、背中と肩を気持ちよくです。はい、じゃあ逆にしますね。脇腹気持ちよくです。脇腹気持ちよくです。はい、ふーふーふー。はっはっはっ。ジャンプジャンプジャンプ動作は骨が丈夫になることダイエット効果が高まります。はい、もしよかったらこんな感じでいきましょう。ダッ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 。はい、ほっほっ。ジャンプするとね、目が覚めますよ。ほっ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 。タッタラダッ。はい、ではダンダンダン。骨盤前後に肩甲骨を動かします。はい、横です。ダッダッダッ。はい、ブルブルします。ブル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 。ほっほっ。ブル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 。後ろに行きましょう。ダンダンダン。はい、背中を見ながらぐにゃぐにゃぐにゃ。ストンストン。ぐにゃぐにゃするほど食脂肪細胞活性化で痩せますよ。ふー。はい、ふー。はー。では胸をぐーっと押し出します。はー。そしてこの前側を伸ばしていく引き締めです。はい、ではスクワットを5回だけ止まりましょう。1回、2回、3回、4回、5回。はい、そしてどちらかの足を良ければ交差しましょう。ふーふー。1回、2回、リバースです。ふー。さあ、お腹をしっかりね。グラグラしやすい動きですけれども、だからこそ体全体の筋肉や神経がつながり合おうとします。はい、胸をふーふー。はい、そして片足を、ここは伸びてますね。1、2、3、4。はい、後ろへ。もう一回前へ、後ろへ、前へ。はい、そして入れ替えます。ちょうど居心地よいところにここで伸ばしましょう。はい、では後ろへ、前へ、後ろへ、前へ。はい、ここでお腹をしっかりしますよ。ふー。ぐにゃぐにゃぐにゃ。肩回しです。あ、よいしょと。はーい。うわー、どうでしょう。さあ、回します。そしてね、さすっていきますが、軽くで、リンパを流しましょう。はい、回します。ふー。あっあっあっ。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひね、今日のワーク何度もやってみ、てください。体がすっきりして、そしてシェイプアップできますよ。で、ぜひね、朝なんだかね、体が重だるいわという方はですね、ぜひ朝こそ代謝を上げるためにもやっていただくといいかなと思いますね。はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。よかったらグッドイーのボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。りんたろくん、突然の登場でした。ではまたね。今日初めて見ていただいた方は、私のプロフィールは概要欄に載せてますので、よかったらまたご覧ください。このグンデスポーツの睡眠、子供の睡眠教室に来ているりんたろくんっていうんですけども、また突然ちょっと今登場してきました。はい、ではまたね。大家でした。